マイカーの比較検討ということで、自分的にはディーゼルの SUV 一択、これで今検討しています。先日メルセデスの GLC、BMW の X3、比較したんですが、今回はこのアウディの Q5、これのね価格シミュレーションの方をしてみようと思います。アウディの Q5 は先日スポーツバッグというあのクーペスタイルのねあの SUV が販売になったんですが、まあ以前から販売されているこの普通のタイプ、この Q5 の方をね見ていこうと思います。現在種類がガソリンとディーゼルのモデル、全部で4種類ほど出てます。ディーゼルはこのアドバンスというのと S ライン、この2車種になりますね。価格がそれぞれ681万と739万、結構な価格差はあるんですが、この S ラインの方がシートの形状がスポーティーだったり外観の感じが、ちょっとね良かったりするので、S ラインの方でね見積もりをしようと思います。画面からその車種をね選択するような形ですけど、この S ラインの 40TDI クワトロエストロニック、これにします。あとパッケージオプション等ですが、S ラインパッケージ、インテリアがレザートリムとか、あとシートヒーター、フロントリアが入ってますので、これはつけた方がいいかなというような、感じです。S ラインパッケージを、つけることにして、あとブラックスタイリングパッケージというのがあります。これは全体が、このね窓のトリムとか、この上のねこのルーフライニング、あとグリルがブラックになってるのかな、精悍な感じで、非常に魅力的なんですが、ここはちょっと普通のねクロームでもいいかなというような感じですね。あとボディカラーにしても、0円のものはこの2、この普通のね、ソリッドの、ホワイトだけですね。とメタリックが9万円。他メーカーのものと比べても大体オプション価格というのは似たような感じですね。色はね、今度青系がいいなとは思ってるので、このウルトラメタリックか、ナバーラブルーメタリック。これ落ち着いてて、いいような気はするんですけど、価格はねこれ一緒なんで、ちょっとねスポーティーな色にしときます。あとはホイールが、19インチとオプションあと20インチですね。19インチは2種類あるんですけど、こっちのデザインだと5万円プラス、無償標準だとこっちになりますね。20インチ乗り心地に若干ちょっと違いが出てくるような気はするんですが、ここはね標準の19インチにしたいと思います。あとこのねアウディの特徴 LED のマトリックスライト、これは標準というようなことなんで、これでね、いいかなと。あとパノラマサンルーフと、これは他車種でも一応つけましたんで、これをオプションで設定して、あとプライバシーガラス、これも欲しいところですね。リアがブラックになってるというような感じ。それとあとリアコンビネーションライト、ダイナミックインジケーター、流れるタイプのね、ウインカーですけど、これはアウディ標準ということなんで、この辺はついてますね。ヘッドライトウォッシャーとか、あとさっきのね LED ヘッドライトとか、これに合わせて次はインテリア、
シートの生地がダイナミカとレザーのツートンですね。センターのとこがダイナミカマテリアルと。これはアルカンタラとね、同じような感じの、まあ、メーカーが、作ってるメーカーが違うということだけですけど、ね、これと、あとレザーのね、ツートンっていうのは、これがまあ標準っていうようなことです。あと色に、インテリアの色はブラックのコンソールのタイプというようなことですね。その他のオプションとして、このアダプティブエアサスペンション、これ、まあ、ちょっとね、つけたいような気はするんですけど、価格がやっぱ高いのと、まあ、この辺はね、メルセデスの場合はセットオプションで設定できてるんで、このエアサスが選べる SUV、BMW はエアサスないので、このアウディがね、メルセデスになってしまいますが、まあ、この辺はそうですね、ちょっと、まあ、納期の関係もあるんでしょうけど、ちょっとなしにじゃあしときます。あとはオーディオとかですね、テレビチューナー16万、これはいらないかな。あとオーディオの方は、まあ、18万というのは結構ね、値段はいいので、ちょっと迷うとこですけど、まあ一応、じゃあなしみたいな感じでね、あんまりあれこれつけちゃうと結局、結構いい価格になりますんでね。これでじゃあ全体がね、どのぐらいの価格になるかということをね、見てみます。はい、全体の雰囲気はこんな感じということで、まあ、ブラックにはしなかったんで、この辺のトリムはシルバー調というような感じですね。一応ついているものに関しては、これだけのオプションというような、オプション価格はね、どうでしょう。それでも50万弱ぐらいつけて、合計で787万円。BMW が780ちょっと超えたって、まあ値段は似たような感じかな。だいたいね、BMW と同じような、価格になりました。メルセデスはね、結構高いので、まあ、値段的には、まあ、BM と同等というような気がします。ただ BMW、マイナーチェンジがね、最近本国の方で発表されたので、まあ、それの国内、日本国内投入がもうちょっと先のようですので、今現在のやつで契約すると値引きが結構見込めるので、まあ、価格的には BMW の方が、まあ、お買い得かなというような気はします。アウディ、実際ちょっとね、まあ、お話伺った点だと、ちょっと BMW よりは渋いかなというような、そんな感じがしました。あと、メルセデスもね、値引きはまあ、まあ、普通ぐらいというようなね、感じだったんですけど、元値がちょっとね、高いもんですから、その点はね、ちょっと合わせて、今迷ってるというようなね、そんな状況です。この、まあ、3車種、競合ということでね、よく比較されるので、まあ、私もこの3つの中からどれか選択しようかなというような、そんな感じで今思ってます。はい、それではマイカーの買い替えの比較検討ということで、このね、ジャーマン3で比較してみました。それでは今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。